ソイドニエストル共和国、ソイドニエストルモルドバ共和国、エンドニエストルモルドバ共和国、通称ゾイドニエストルは、東、ヨーロッパ、モルドバの東部ドニエストル川東岸の、ウクライナ国境に接する国家である。国際的には、モルドバ共和国の一部、自治権を持った、構成体とする場合もあるとみなされており、国際機関や、世界のほとんどの国家からは、 主権国家として承認されていないが、現在、モルドバ共和国政府の実行統治は及んでおらず、事実上の独立状態にある。ソイドニエストル共和国が定めた公用語に基づく正式名称はである。なお、英語ではと表記する。また、略称はと表記される。モルドバ語、ラテン文字ではと表記される。なお、この地域は、ロシア語では、 プリドニエスロービエ、プリドニエストル、プリドニエストローフィ、ルーマニア語では、トランスニストリアという古称を用いている。略称はで、ロシア語の名称、プリドニストローフスカイア・マルディバースカイア・レスプーブルカ、ゾイ、ドニエストル・モルドバ共和国に由来する。ソイドニエストル共和国の定める、公用語はロシア語、モルドバ語、ウクライナ語の3つである。しかし、 ソイドニエストル共和国でのモルドバ語は現在のモルドバ共和国で使用されているラテン文表記実質的にルーマニア語と同じとは異なりソビエト連邦からの独立前に使われていたキリル文字表記であるドニエストル川西岸の都市ベンデルを除けばもともとこの地域はモルダビア公国やベッサラビアに属していなかった18世紀ロシア帝国の西の国境であった この一帯を防衛する意味もあり、ロシア人やウクライナ人が移住した。ただし南スラブ族は、6世紀の後半からこの地域にいた。1924年に、ソビエト連邦がドニエストルカ東岸に、ウクライナソビエト社会主義共和国、以下 USSR の構成部分として、モルダビア自治共和国を創設した。その頃は、ルーマニア人が大部分を占めており、 ルーマニア語で教える学校も開校した。1940年、ソ連によるベッサラビア併合と独ソ戦で、ソ連がナチスドイツ軍とルーマニア王国軍を押し返した第二次世界大戦後にはモルダビアソビエト社会主義共和国の一部となる。ソ連崩壊に先立つ1990年のソビエト連邦末期にモルドバ民族主義の公用により、 モルダビアからモルドバへの国名変更や主権宣言が6月23日に行われた。これに対して、ドニエストル川下ンのロシア語系住民がティラスポリで臨時国会を開催し、ソイ、ドニエストルソビエト社会主義共和国、ロードニエストルソビエトソシアリストリパブリック、ゾイドニエストル SSR の創設を宣言して、モルドバから分離を目指した。さらに、同年9月2日には、 ソイドニエストル共和国として独立を宣言。追って1991年8月25日にソイドニエストル最高評議会が同僚土内に USSR 憲法と USSR 法案の効果を保持するソイドニエストル地域の独立に関する宣言を採択したが、翌年1992年にトランスニストリア戦争へ発展。7月和平協定が締結され、 ロシア連邦、モルドバ、ゾイドニエストル合同のによって停戦監視が行われている。先のモンテネグロの独立に影響を受けた共和国議会は2006年7月12日、ゾイドニエストル共和国が国際的な独立の承認を受けた後にロシアに編入することなどの是非を問う住民投票を行うことを決した。投票は同年9月17日に実施され、 圧倒的多数で賛成票が反対票を上回った。ところが、モルドバのヘルシンキ人権委員会が当日現地に出向き出口調査等を独自で監視を行ったところ、当局によって発表された70%を超えるという投票率に対し実際には10%から30%程度しか型できなかったこと、結果に関しても少なくとも2から3倍に水増しされたか、 全く捏造された不公正な投票である可能性が高いと発表している。かつ、この住民投票は欧州安全保障協力機構、欧州連合、アメリカ合衆国が揃ってこの開催と結果を認めない声明を兼ねて寄り出している。欧州評議会においても議長国のロシアのみがこれを認める立場を誇示しているのみである。また同様の住民投票は、 過去に数度行われており、今回のも含めて実際の影響力、ましてや拘束力は乏しいものと言える。しかし2014年クリミア危機によって成立したクリミア共和国がロシアへの編入を求めた結果、ロシア側から承認された。これを受けてソイドニエストル共和国政府は再びロシア会員に対してロア連邦への編入を求めた。 元首は大統領であり、大統領は国民による選挙で選出される。長く、スミルノフ大統領による統治が続いたが、議会やシェリフグループ、さらには中流ロシア軍、ロシア資本の移行も絡まり、一概には独裁体制と言えない政治状況にある。2011年には選挙による政権交代が実現した。1940年代から1960年代の ソビエト連邦のような政治文化が街中に色、くっているが、二代目大統領、シェフチュクによる自由化の流れも見られる。軍事、経済をロシアに頼っており、欧米寄りのモルドバに対して、ロシア寄りの政策をとっている。旧ソ連軍の備蓄した膨大な量の武器を保有しており、国際的な武器密輸疑惑で非難を受けている。モルドバの中央選挙管理委員会は、 ソイドニエストル共和国の住民がモルドバ政府の支配地域に来れば、モルドバの国政選挙への投票が可能であるとの見解を示している。2006年6月14日にアブハジア共和国、南オセチア共和国、ソイドニエストル共和国の3カ国の大統領がスフミで会談を行い、共同声明の形で民主主義と民族の権利のための共同体の設立を宣言し、 この共同体には、アルツァフ共和国、ナゴルノカラバフも参加している。ソイドニエストル共和国は、これら、旧ソ連の、国際的にはほとんど国家として承認されていない3、各国との相互承認を行っている。ロシアは、約1500人の兵力を駐留させ、天然ガスを無償で供与し、実質的に支援している。モルドバ共和国のドニエストル川東岸から、 ウクライナとの国境までの南北に細長い地域を主な領土としている。なお、川は直線ではなく蛇行しており、ウクライナとの国境は直線でジグザグした部分も多い。しかし、すべての領土、実効支配地域が東岸にあるわけではない。例えば、ソイドニエストル共和国が実効支配しているベンデルは、ドニエストル川西岸に位置している。一方、 東岸にあるという都市は、モルドバ共和国の実行支配下にある。また、中部のドゥボッサール一区、モルドバ五名ドゥベサリでは、モルドバ共和国の実行支配地域が大きく食い込んでおり、分断されているところもある。なお、その分断地域、モルドバ共和国実行支配地域を横切る道路、ゾイドニエストル共和国の南北間を結ぶは、ゾイドニエストル共和国領となっているため、 モルドバ和国の飛び地が存在する。民族構成は、ルーマニア、モルドバ系が31.9%、ウクライナ系が28.8%、ロシア系が30.4%。1990年代の経済低迷により移民する人が多く、1989年に54万6400人だった。この地域の人口は、 2001年には63万3600人までに増加した。ただ、年齢構成が高齢傾向にある。2015年の推計人口は47万5665で2004年と比べ7万人以上減少した。GDP、国内総生産はおよそ10億ドル。また、独自通貨タルソイ、ドニエストルルーブルが国内で流通している。 と呼ばれる企業グループが、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、携帯電話会社などを経営しており、大きな影響力を持っている。国際法的にはほとんど承認されていないが、貿易は約80カ国との間で行われている。ソビエート連邦時代から、重化学工場が立地しており、工業が主要産業となっている。現在でも、鉄鋼、発電、セメント生産、 繊維生産が盛んである。反面で農業はモルドバと比べると生産量に乏しいものの2016年にロシアは自国空軍の戦闘機をトルコによって撃墜された事件への報復としてトルコからの部品の輸入を禁止したがその代償として輸入の使用品物となっていた青果物を失うこととなった。これを受け ソイドニエストルは大体の成果供給値として名乗りを上げており、特にトマトの供給に対しては積極的にアピールをしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。